えっとですね、今日からまた新シリーズがスタートします。えー、いくつあるのかちょっと言われそうですけども、えー、っと今日からですね、スタートアップに注目するシリーズを始めさせていただきます。えー、月曜日はス,タスマートシティ101ということで、まあ、スマートシティそのものについてお話をしていただくシリーズですけども、で、火曜日がレジリエンスと。で、水曜日今日がスタートアップ。 で、木曜日が、えー、サーキュラーエコロジーと。えー、で、金曜日が、えー、シビックテック、ゴムテックと。こういうラインナップで、もうこれで一週間全部埋まりました、えー。おかげさまでですね、大変ご,ご好評をいただいております。それで、その拝見ある今日第1回目のスタートアップシリーズなんですけども、えー、コロナでスタートアップと行政の連携が進むのかというタイトルで、えー、アーバンイノベーションジャパンの吉永さんに今日はご登壇いただきます。えー、吉永さん、今日どうぞよろしくお願いいたします。 ははいいよろししくお願ますね、今日の、まあ、このシリーズ、このシリーズがなぜあのこういう形で立ち上がったっていう点だけ簡単に触れておきたいと思いますけども、まあ、スマートシティといった時にですね、き、え、に、ー、まあ、行政とか、まあ、そこに入ってくる、えーまあ、ベンダー系の大企業とかね、 えー、キャリア系の企業だったらイメージしやすいんですけども、実は、まあ、そのお都市のですね、新陳代謝というかですね、新しいイノベーションを起こしているというのは、今、さあ <laughs>、えー、非常に気なる。その、インの、イインド型の、インド型の、イの、インド型の、インド型の、インドの、インの、インの、インド型の、インド型がインド型の、インド型の、 大大丈夫ですか、はい、大丈夫夫でですすすかははいいじゃあ続きます、えーとまあ、あのスタートアップっていうと大企業ではできないイノベーティブなところに、まあ、入っていくという力が非常に強いということがよく知られてますけども大企業ですとまあ自らもうずっとやってる事業との間で新しいことが、まあ、カンニバリゼーションを起こしてしまうということでなかなかこう踏み出せないっていうねあのよくイノベーターズジレンマって言われますけどもそういう問題があったりしますしそれから社会課題っていうときに ちょ,うどちょうどいい大きさのものっていうんですかね、大企業じゃなかなか,でか小さすぎて入れないんだけど、スタートアップはばっとこう入っていけるっていうね、機動力とその日記力みたいなのもあったりするので、まあ、そういう意味で、まあ、スタートアップっていうのは世界中で実はすごく注目をされています。で特にそのスマートシティの文脈でいうと,、えー、と、スタートアップ・イン・レジデンスとか、アントレプラナーイン・レジデンスなんって言葉がありますけども、やっぱりその地がですね、えー、元気になっていくと。 産業をを起起ここししししててて新陳代謝いいくたためのの大きな力としてのスタートアップという位置づけもあったりしますでそういうことで非常に行政とのですねまあ連携とか大企業との連携とかいろんなその今までなかった難しさも当然出てくるわけですけども今日は多分そういったお話が聞けるんじゃないかなというふうに思いますでえっとこれからですね吉永さんにバトンタッチをして、えっと、お話をしていただきますけども 皆さん、ですねまたあの社会に説法ですけど、またリアルなやつですけども、も、え、Zoom、ー、の画面の下の方にカーソルを持っていっていただきますと、チャットのボタンがありますと、でそこからですね、えー、コメントとかクエスチョンを書き込みをしていただきたいんですが、その時に送信先にすべてのパネルリストおよび出席者というのをプルダウンで選んで、えー、書き込みをしていただきますと、えー、視聴者全員でコメント、質問が共有できるとこういう仕掛けになっています。 とということでよろしくお願いいたします。それでは、えー、と吉野さんにここからバトンタッチをした,たいしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと画面共有をさせていただいて、これで映ってますでしょうか。ははい、えー、それでは えとコロナでスタートアップと行政の連携が進むのかということで、まあ、スタートアップ編の第1回ということで、あの非常にありがたい機会をいただきまして、ありがとうございます。まあ、あのガブテックとかぶるところはあるんですけれども、スタートアップと行政の連携についてちょっとお話をさせていただきます。でちょっと背景の写真でわかるかもしれないんですけれども、私、あの神戸市に今おりまして、えー、まさに今ですね、神戸がそのコロナ。 の対策でスタートアップと連携を進めているというところから、ちょっとお話をスタートしていきたいと思います。うん、で、えっと、ちょっと次のスライドいきますね。で、えっと、ちょっとその前にですね、まあ、アーバイノベーションジャパンって何なんだというところなんですけれども、まさにスタートアップと行政が共同する課題解決のプロジェクトのタイトルでして、 まだ特に組織があるわけではないんですけれども、それを運営しているチームという形でございます。ちょっと詳しくは後でご説明します。ちょっと最初に私の自己紹介をさせていただきますが、えっと、私ですね、吉永と申しますが、あの私、もともと3月まで神戸市のイノベーション専門館という職で、外,、まあ、外部からですね、民間からこう一時的に職員として、 え神戸市に入っている人材でしたで3月で辞めて、今、アバーイ・ノベーション・ジャパンをやっているんですけど、もともとは IT 企業で、ずっとシステム開発の仕事、まあ、プロジェクトマネジメントだったり、設計だったりということをやっていた人間です。10年ほどその東京でシステム開発をやっていて、えー、と東日本大震災があって、えー、その後のまの浪江町というところあの原発事故で全町民避難になったとこ所、ねえー、に入りまして、その避難している町民の皆さんをつなぐアプリを作ると。 いうところで、えー、行政とまあその I T のつながりというところに入っていたというところです。で、えっ、ー、とその後ですね、えー、2016年からになりますけれども、今度神戸市がスタートアップの支援を本格的にやるというところで、えー、まあ転職をしまして、えー、はいあの行政にまた神戸市に入ってきたというところです。 であの前にお話したアーバンイノベーション神戸というところと、500スタートアップスというです、ね、アメリカのベンチャーキャピタルと一緒にやっているスタートアップ向けのアクセラレーターです、ね、の運営などをやらせていただきました。今日ちょっとお話しできないんですけども、アフリカのルワンダの事業なんかもやっておりました。で今日お話しすることなんですけれども、まあ、神戸市のこの4月、5月ですね、 コロナ対策の動きっていうところをちょっと見ながら、まあ、こんな連携があ,ありましたという事例のご紹介と、えー、それがなぜ起きたのかと、えー、なぜそんな取り組みがあのパッとできたのかというところの背景をちょっとご説明して、えー、あとはわれわれの活動の今後の展開というところをご説明できればと思います。でこれが、あのー ストットナインティーン1 9るテクノロジーということで、実は4月の20日にですね神戸市が公開したウェブサイトです。でこれ、スタートアップのテクノロジーを神戸市が提案を受け付けて、ですね、えーまあ、実装可能なもの、えー、現場に使えそうなものに関しては、すぐにつないで導入してきますよということを声をかけて導入してい、あのー、くというプロジェクトが4月の20日にスタートしました。で、えっと、これ やってるときは、もう私は職員じゃなかったのであの、ちょっと外部からの目線になりますけれども、現在、応募が 120, 120以上って言ってましたねえ、かなりの数のスタートアップからの応募が来ているとで。テーマとしてはまあそのコ、コロナ対策というところで、でコロナの発生状況とか、データ分析だったりとかですね、あとは感染の恐れを、あの感染拡大を防止するとか、あるいはあの困窮している事業者の支援だったりというところをテーマにしてやっております。 でまあ、オンラインで全て審査とかを行って、えー、担当課につないで、まあ、とにかくスピーディーに、えー、対応していこうということでやってます、もう最短、最短、最短と書いてありますけれども、えー、そういった流れで、とにかく早く導入していこうという動きです。でえー、と下の方に書いてあります、開発支援金というところで、えー、上限50万円まではその、な、えー、何らかの追加開発にかかるお金は、えー、持ちますよとかですね。 えー、担当課の支援は無限,無限にしますよというようなところで、えー、支援をしていこうと。で、神戸市のネットワークを最大限に活用していこうということをやっています。で、今、と7社ほどですね、採択をしていまして、いわゆる飲食店の支援だったり、市民への、えー、情報提供だったりというところと、右側に行くとちょっとスマートシティっぽいですね、シティアザサービスっていうのを提供しているグルーブノーツさんというところ。 と連携をして、ビッグデータの活用した感染防止とかいうところの取り組みをしたりとかですね、こういった取り組みをどんどん進めているという状況です。で、これ以外にも、まあ、スタートアップと言えるかどうかというのはあれなんですけども、それ以外にもこう民間との連携というのはかなり進んでいるのかなと思いまして、1つはウーバーイーツとの連携というところで、まあ、飲食店だったり、家庭の支援をしようと。まあ、あの同じく で前館さんとも連携をしたりとで、えっとはい、宅配だけではなくて、ですねキッチンカーで、えー、家の近くまでお弁当を届けるということで、もびまるさんというところと連携をしたり、あるいは家庭教師のトライと連携をして、生活困窮世帯の,あのが中学生です、ね、を対象にしたオンライン授業を提供したりと、さまざまなこういう連携をどんどんこの短期間でですね打ち出していっているというところでございます。 でまあ、こういった背景にある、まあ、いくつか要素はあるんですけれども、その一つがこのアーバーイノベーション神戸という取り組みでございまして、えっと、実は先ほど南雲さんからもご紹介いただいたスタートアップ・イン・レジデンスをまさに参考にして導入したものです。もともと神戸市市長がですねサンフランシスコ2015年の夏に視察に行ったときに、まさにサンフランシスコ市役所でやっていたスタートアップ・イン・レジデンスを見て、ですねこれを市役所に導入したいと。 といいうことで、えー、やっています、まあ、スタートアップと行政職員がまさにその意見を交わして共同、まあ、本当にフラットな立場で、えー、プロジェクトをやっているというのを見て感動したという話を聞いています。実際にこれが本格的にスタートしたのは2018年なんですけれども、どんなことをやっているかというと、行政の職員とスタートアップがあの共同でシステム開発とかサービスを開発して、えー、現場で実証実験をするというプロジェクトでございます。 でこれスタートアップ側にもメリットはあるんですけれども、まあ、行政側の立場から見ると、まあ、言い換えると調達の改革とも言えるという説明を中ではしていました。で、えー、と何を言ってるかというと、もともとは使用、あのこういうなんかアプリを作るとなると、使用を書いてですね、使用書を元に発注、まあ、いわゆる入札とかプロポーザルというものをやって、えー、やらなきゃいけないんですけど、そもそもその使用って合ってますかと。えー まあ行政職員がですね、まあ、結構想像で書いてたりする部分とか、まあ、IT に詳しくない人が書いたりしてるので、まあ、それが最適なソリューションかよく分からないというところが、まあ、結構あのネックだったり、そもそも予算化ができなかったりとかですね、いうところがあるので、えー、まずは試しに小さく始めて、えー、結果が出たらそれを大きくあの調達をするという仕組みに変えていこうということも、まあ、一ういメリットの一つでございます。 でえー、とアバイノベーション神戸のメリットとして、まあ、市民にとってはこういったあのトライアルをちゃんとやってから発注をすることで、税金の適正な利用とかにつながりますし、まあ、当然、市民のサービスも良くなるはずだと思いますし、スタートアップにとっては、まあ、POC でできますし,し、行政と取り組むことによる信用のアップとか、えー、広報効果というところもあるのかな、まあ、自治体にと。っっっては業務効率化だだたたりり地域のの課題の解決だったりと,いうところに つながっていく、プロジェクトでございます。具体的に何やってるかというとですね、まあ、半年ぐらいの、あの、全体でのプロジェクトになってるんですけど、ポイントとしては、この、現場の職員が課題を、まあ、ま、げて、取り組むというところですね、がスタートになります。で、えっ、ー、と、その課題をスタートアップが、まあ、実証実験可能な際ですね、先ほどちょっとお話しいただいた。 通り大企業でできる部分というか、ですね大企業が食うような大きいものではなくて、ちっちゃく、え割とこうニッチなんだけど、これ、うまく解決できるとビジネス化できそうというようなものをまあ見繕って、ですねえ課題を提示して、そこにスタートアップに応募をいただくという形で、すでマッチングしたら実証実験を行うんですけども、ここであの我々のようなこう半官半,半民というかですね、 いうようよな中立的な立場のファシリテーターを、えー、間に挟むことによってあの双方の利害を調整しながらですね現場に落とし込んでいくということをやってで最後はちょっと大事なんですけども実際に、えー、とうまく成果が出たものについては、まあ、しっかりちゃんと契約にし,して使,使い続けましょうというところまで落とし込むということをやっております。で、えーっと 実際あのうまくいったものについては都市への展開です、ね、他の自治体にも売り込んでいってあげようというようなところも、えー、構想しているというようなことでございますで。ちょっとコロナ対策とはちょっと離れてしまうんですけど、過去の事例でこんな事例があったというところを1点だけご紹介させていただくと、これ、神戸市のとある東灘区という区役所の行政窓口の改善の事例なんですけれども。 えー、区役所の窓口の案内係という人がいまして、えー、この方ですね、まあ、大体、えー、臨時職員だったり、派遣さんだったりするんですけども、そういった方々がですね、まあ、分厚いマニュアルを持ちながらこう窓口の案内をしていたり、あるいはこう1年ごとに結構、契約更新で変わっていったりするので、なかなかこうサービスが安定しないというところの課題があって、えー、こういった課題をですね、 これ神戸市にあるアコールという会社ですね、えー、と企業さんの受付の無人化とか IT 化をあの手掛けている企業さんにご協力をいただいて、えー、タブレットで、まあ、案内、どこの窓口に行ったらいいよとか、どこに、えー、取りに行ったらいいよというようなことを案内できるツールを、えー、開発をしてい、えー、きました。でとはいえ、ですねあのこれ、いきなり開発に入るんではなくて、ですねそもそも 何にどんだけ時間かかってるのかとか、どんな問い合わせが来てるのかっていう、まあ、データすらなかった状態だったので、まずそこのデータの収集からやりましたというところです。まあ、職員が一,一件ずつ、ですねあの受付の先ほどの,あの受付係の方の隣に立って、ストップウォッチで測りながら、えー、何が問い合わせがあったとかっていうことを、まあ、調べていくというところですね。 こういうファクトをちょっと積み上げるというところも、まあ、行政にこれまでちょっと足りてなかった部分なのかもしれないなと思います。で、実際にこのプロトタイプを作ってみ、えー、ながら、実際に受付の担当者に触ってもらって、まあ、小さく作って小さく回すと、えー、PDCA を繰り返しながら、まあ、いろんなコメントをいただきながら改善をしていくということをやってきております。でですね、えー、と実際これがですね、 えー、導入をしてみると、本当に今までの案内時間から、まあ、約半減ですね、案内する時間がだいぶ減ったというところと、あの案内できなかった件数というのもかなり減るようになりましたこれも先ほど申し上げた通りあの、事前のデータをちゃんと取ってたからこう、ファクトで、えー、データが取れたというところで、えーまあ、実証の結果ですね、うまくいったので、えー、一つの区でやってた実証実験を全区 区,区役所に展開をして、かつこれをこうどんどんとあの,他の自治体にも展開していこうという動きをしています。で、えー、とこれまた行政がなかなかあの苦手な部分でもあるんですけども、まあ、メディアに取り上げてもらおうというところも積極的にやっていますというところですね。で、えー、とちょっとここからはコロナの対策とかとも共通するところなんですけども、なんでこうスタートアップとの,の導入とか、 行政との付き合いがうまくいくようになったかっていうところで、まあ、先ほど申し上げたとおり、まあ、担当の者がちゃんと現場で、えー、導入したいと思っている人が手を挙げて参加してくれているので、まあ、いわゆるトップダウンでこう降りてくるものではないのでプロジェクトはどんどん前向きに進んでいくっていうところですね。でもううつが、まあ、失敗を許容するっていうとととといいこころが大事ななのののかなと思っっていて、えー、とこのプロジェクト自体は実は実そのえーと 実際のこの現場を持っている担当の課にはあの一、一線も予算を取ってもらってないんですね、えー、とプロジェクトに参加する時点では。えー、なので、えーとまあ、仮に失敗しても、まあ、何もこう評価に直結しないというか、ですね、まあ、成功しても逆に言うと、えー、評価されるわけではないというところもあるかもしれないんですけど、まああのー、失敗を許容するというところで、えー、トライアルができるというところですね。 であと、情緒が権限以上するというところで、えーとえーとまあ、あんまり上がう,うらさく言わないようにこう、情緒の方にもまちゃんと説明をしてあげるというところとか、あとは先ほど申し上げたと、量を惜しまず、データを集めるというところをやったりですね。 であと、結構この協力的な企業というか、スタートアップを探すところにも結構注力をしていて、まあ、いろんなスタートアップのイベントだとかに行きながら、まあ、マッチングしそうな企業を探すというところをやっています。でたまたまあの今回出ていただいたアコールさんというのは、開発自,社自身がこの区民だったというところもあって、かなり協力的にやっていただきました。で、えっと、さらにまあスタートアップなのでまあその、このニッチなというかですね、この,あの分野に関しては、やっぱりスペシャリティが。 かなりあるというところで洗練されていると、UX の部分で洗練されているというところで、えー、これもまた一つうまくいった事例なのかなと思っています。でとこういった事例をですね実は2年半ぐらいですかね、まあ、積み重ねてきていて、30件ほど自称をやってきました。で ここの右下のところが結構大事ですねあの継続して契約している数というのが、まあ、40%を超える、まあ、今、5割前後です、ねえー、になっていまして、まあ、こういったあのちゃんと実証実験だけで終わらない、えー、あの形態というのを取れているというところがまた一つ、えー、引き続きこの事業は継続できているというところのポイントなのかなと思っております。 えとまあ、これを神戸市だけでやっていて、満足しているわけではなくて、ですねあの,他の自治体にもこういった動きっていうのは、どんどんやっていってほしいなとあ、まあまあ、いわゆるスマートシティとか大きい文脈での、えー、実証実験、結構いろんな自治体でやられていると思うんですけども、まあ、それあのこう、逆に我々のようなボトムアップの、えー、課題解決の、えー、手法っていうのも、どんどん広げていきたいなと思ってまして。 隣の芦屋市さんとか姫路市さんというところに、えー、同じように課題を挙げてもらって、えー、参加いただいているというところでございます。で、えー、と実はこの取り組みを結構いろんなところで、えー、発信をしていますとですね、いろんな自治体さんからあのうちでもやりたいということでお声がけをいただいていまして、えー、とそれをまあ広げるべくアーバイノベーションジャパンという、まあ、今までは神戸っていうタイトルだったんですけども、 ジャパンという器に広げてですね、皆さんが参加できるプラットフォームにしていこうということを今やっております。で、まあ、全国展開というイメージでいうと、まあ、アーバイノベーション神戸っていうのがありましたけれども、いろんな自治体でこう個別のプロジェクトですね、えー、やっていくっていうのは、アーバイノベーションホニャララっていうのがいっぱい立ち上がっていくというイメージで、まあ、それをさらにつなぐアーバイノベーションジャパンっていう、まあ、プラットフォームっていうのがあのつながっていくと、まあ あの全国の自治体の課題解決のスピードが上がっていくんじゃないかなと思ってまして、まあ、こういったことを通じて、地域の課題解決のスピードを上げていきたいというふうに思っていますというところでございます。すみません、私の,あのプレゼンの方は一旦ここで以上です。ははいいいどううもありがととございましたえーとー えっと、視聴者の皆さんはここからですね、ぜひ質問とかあのコメントとかですね、えー、書き込んでいただければと思います。で <laughs> それかでちょっと私の方でもいろいろと質問があるので、はい、それを、まあ、ネタにしたちょっと対話をさせていただければと思うんですけど、お聞きしててちょっと感じたのは、こう市役所の中でいろんなこう、なんていうのかな、あのー、革新的なというか、 職物から課題を上げるとか、はいえー、予算をその部署ではつけないとかですねで、失敗を許容するとかっていうのがあって、なんとなくこう、市役所そのものがリビングラボみたいになってる風に見えたんですけども、これはどなたの発案でそういうものを、あれですかあの、見つけてこられたのは市長さんだってことは分かったんですけど、たぶん、首長がなんかやりたいと言っても、 市役所の中にすぐにそう動くかどうかっていうのはちょっと別問題のような気がするんですけどで、やっぱキーパーソンがいたんですかね。そうですね、あのー、実は私,のじ私を雇った上司の田辺っていうものがいまして、まあ、その職員がかなりキーパーソンでずっと、えー、このスタートアップ事業を推進してきてました。でまさにそののの、ね、行政の中での 立ち回りというかですねどうやって現場に落としていくかみたいなところの設計というのは田辺と一緒にみんなで、まあ、そのスタートアップ支援のチームでやってきたというところですね、えー、田辺さんというのはも、えー、ともとどっちなのか市役所の方えっとそうなんですなんか,かなり変わった人なんですけどずっとプロパーで市役所の職員でやってらっしゃる方ですね、えー、実は「フォーブス」にも田辺の、あのー、コラムが毎月載ってましてそこにもこの辺の裏事情というかですね えー、毎月記事が上がっているので、よかったらそちらも見ていただけると分かるかもしれないなといいますありがとうございます、はい、多分その、そなんていうんだろうな、いろいろとこのスタートアップのアクセラレーターって <laughs> こう、日本中で増えてきていて、はい、はそのスタートアップが育ちやすい環境っていうのは、例えば10年前とかと比べたら、もううんデラさんになってると思うんですけど、はい、やっぱりその成功の鍵を握る一つの大きな要因っていうのは、そういういいパースがいて。 なんかムードメーカー的にね、そういう空気を作れるかっていうところにかかってるような気がするんですよね。まあ、そういう方がいらっしゃったら本当によかったですね。そうで、すねであのなんていうのかな、あのまあ、実際、市長が見て2015年に、まあ、その衝撃を受けて、実際でもプロジェクトは本格的に動き始めたのは2018年なんですね。で、やっぱりその、それぐらいの期間が間に必要だったなと思っていて、で一つはやっぱりその、うん 間に挟まってくる事象としては、あのさ先ほどちょっとご説明した、500スタートアップスとのアクセラレーターだったんですよ。神戸市がスタートアップ支援に舵を切るぞっていうところの花火を打ち上げるというか、ですド、ね、ーンとか看板を立てたというところで、まあ、町内的にも、なんかそういうことをやり始めたなって、うすうす横目で見ながらですね、でもまあ今のところ自分たちに関係ないなと思いながらやっていたのが、だんだんこう、あ、 そういう町づくりをしていくんだねっていうのが浸透してきて、まあ、職員側もこう巻き込めるようになってきたというかそういう土壌ができ始めたっていうところですねなるほどあの。なんていうか自治体でそのスタートアップに力を入れられるところってのはだんだん増えてきてるしもう有名なところでも福岡とかね有名だし、はい、で鎌倉も鎌倉コンがあって有名だったりもするし。はい あとは、大学でそういうプログラムを立ち上げている。まあ、東京大学もあるし、京都大学もそうだし、まあ、いろんなね、私立の大学もそうだし、はいはい、大学の知財を使って、企業を支援をして、大学も、あのー、キャピタルファンドを持ってたりとかして,って、だんだん,んこう、いろんなのがあるんですけど、うん、その、神戸ならではのものって何かあったりするんですかその、スタートアップって、なんていうのかな、こう、まあ、地元に育ったから地元でやるっていう人もいると思うんだけど、 意外とこう、ノマドみたいにこう、いろんなところに行ける人が多いような気もするんですよね。うん,うんうん。仲間がこう言ってたから行って一緒に起業するんだとか言って、あの、移り住む人もいるだろうし、いやいや、僕は東京はもう嫌だっつって、もうちょっとこう、自然環境とか自分の生活スタイルに合ったところに行きたいって言って、うんうん、あの、起業する場所を選ぶ人もいるんだけど、その中で神戸っていうのはまた一つのハブになってってる魅力って何なんですかね。うん 正直言うと逆に魅力がどこに、われわれ担当してた危機感としては神戸に居続けてもらう理由がなかなかなかったっていうところも一つあって、えー、とは、まあ、いながらあの実は医療産業っていうバイオメディカルクラスターというのが実はあって、えー、と医療産業というのは一つポイントではあるんですけどえー、と そ、まあ、そこはそこはで結構力を入れててベンチャー支援ととか言ってますとただ、えっと、それにプラスしてこ IT とか新しいテクノロジーもっと、まあまあ、情報技術を使ったようなものを支援していきたいってなった時にやっぱり場所にこだわりがないあ,のあんまりこだわられないので要は神戸である理由ってあんまりなくなってきちゃうっていうところは実は正直あってそういう意味でこの。うん 神戸というフィールドをどれだけ使ってもらえるかというところが、まあ、非常に大事だったというところですね、そのオープンな、うん、あの精神というか、町ぐるみでそういうことをやっていかないと、逆に言うと、まあ、やっぱり人材獲得とかっていう考えると、まあ、VC との距離とかを考えると、東京にどんどん進出していっちゃう、うんえ、そういうインセンティブがやっぱり働いちゃうので、そこをどうやって食い止めるかとか、そ,それに対してどうあの引きつける、えー、誘引を作るか。って いうところです、ね、なるほど、それはちょっとあれですねあの、人口が増えている福岡とはちょっと逆サイドっていうか、うん、ね、そうですね、まあ、やっぱり僕ら、あの我々上司とか市長も含めて、福岡はだいぶ意識して見てますけども、やっぱり神戸って、なんていうんでしょうね、その地域のナンバーワンの都市ではないんですよね、やっぱりあの阪神間ありますけど、やっぱり大阪に。 えー、人が集ままっっていっていしまうとかですね人口もどんどん流出しているというような事象もあってやっぱ危機感はだいぶあるというのが神戸の現状ですね。なるほどねあとはあれですよね、そのまあ、そのライフスタイルみたいなものの他に、そにイノベーションというかスタートアップが集まるときって、大学、うん、とかね、大企業とかね、はい、要するにその、えー、スタートアップを育てるためのイノベーション機能がどのくらいあるかっていうのを ポイントだったりすするじゃないですか、はい、あのよく例で世界的にもシリコンバレーなてやって、はい、スタンフォード大学とバークレーだってこう言われたりするしあの他のところでも、ねね、大学周りっていうところは、ね、やる人が多いんだけど神戸の場合っていうのはそういう,こうインキュベーションの先導役ってのはどういう形で実はあのそこもあんまりなんて言うんでしょうねそんなに強くなくてですね えと我々もああの神戸市として実はインキュベーション施設を作ったこともあ,ありました。で、うん、実はこのアーバンイノベーション神戸の事業を始める前は、スタートアップオフィスっていうですね、えー、施設を作ってたんですけど、まあ、そこはそこで好評ではあったものの、そのいわゆる大学との連携とか、えー、地域との連携みたいなところはちょっとやっぱり弱いなというのと、うん、えと神戸大学、まあまあ、地域でいうと神戸大学が。 まあ一番大きいというか強いところで、うんうん、まあ他にも結構小さい大学含めると20以上あるのかな、うんうん、なんですけどもあんまりそこの中からこう起業するって言ってくる、まあそもそもその起業する数って多分そんなに多くないと思うんですけど、えー、そういうところのコミュニティをどうやって作っていくかっていうのは結構悩ましくていろいろ工夫はしているところではありますけどあんまりこれが正解ということまではたどり着いてないという感じですね。 でえー、とちょっと補足して言うと、あの地元の企業家さんとか、あの地元の、えー、とベンチャー企業の社長さんとかと一緒に、ですね大学生向けのそういう起業家育成プログラムみたいなのは、まあ、神戸でもあのやっていまして、うん、まあそういったところに大学生をこう巻き込みながらコミュニティを作っていくっていうのは、あの細々とというか、ですねこの数年はやってきてはいるという感じですね。 ただまあシリコンバレーほどのこうなんかすごいエコシステムって感じにはまだなってないという感じです、ねうん、なんかその業種的にこの業種をなんかこう注力したいみたいなのってあったりするもんなんですかだけどさっきの医療系の話であったりもありましたけどはい今のところ特にこの業種に絶対こだわりがあるということはあんまりないですね。あのまあ、医療に関しては ありますけどやっぱりやれる人も限られているので、ディープテック領域でいうと、まあ、いくつか興味がある分野はありましたけど、市としてこれに特化するというのはあまりないですね。はいろいろと質問が来ているので、ちょっとこう目をとに向けていきたいと思いますね。1、はい、えと一問目がです、ねえーと、行政職員の課題の見つけ方、予算の取り方に工夫はありますかっていう、これ、多分大最短じゃないかな、ご質問来てますね。 えと行政職員の課題の見つけ方はけ、けなんてったのかな、なかなかこう、課題って何って感じなんですよね、行政職員って、えーとうん、なんか普通に仕事してますし、回ってますよっていう人も結構大半なんですよ。で、うん、最初に、一番最初にやり始めた時は、もうどちらかというとこう、やる気がありそうな職員にピンポイントで、なんかないって言って。 色々こう根掘り葉掘り聞いて掘り出すみたいなところからスタートしたりとかですね、うん、してましたで最近はちょっと他の自治体さんにお邪魔してやることも多いんですけどそういう場合はまずはこの神戸の事例とかをお話ししてこんなイメージのものって皆さんお持ちじゃないですかみたいなことをやってヒアリングをしているという感じですねで予算の取り方で言うとえっ、ー、とまあ神戸モデル はどうなっているかというと、まあ、スタートアップ支援っていう産業振興っていうですね、あのまあ、役所の中でいうと分類の事業なんですけど、まあ、その一部の予算を使ってやっていますと、えー、なんですけど、例えば他の自治体に行くと、もうそんなに産業振興っていう文脈ないんですっていう場合もあって、そういう場合は働き方改革とか業務改革の一環の手法として、スタートアップと連携してやりませんかみたいな切り口でこう事業予算を取ってもらったりということを。 やっていいますという感じですかね,なんかね僕なんかその課題を見つける時のね一つの難しさって、はい、バイトサイズっていう噛み切れる大きさっていう言い方をする時あるんですけど<ー>でかすぎるとそれは複数の課題が実は固まっているので解こうと思うとそのバリュープロポジーションがいっぱい出てきちゃってね3万というかうまくこうビジネスモデルにまとまっていかないみたいな感じになるし。 小さすぎるとそれってただの改善じゃないのみたいなね。いや、そうですね。いっちゃったりとかするんで、なんかその、実はそのビジネスモデルができてしまえばあのいいんだけど、その作る前のところの課題の拾い方って、すごくポイントのような気がするんですよね。それは本当にそうだと思いますね。うん、あの、そこは実は我々もそんなにあの正解にまだたどり着いてないんですけど、やっぱりこう、あ集めあの、行政の中で集めると、 そうい,ういろんなレイヤーの課題とか、流度の課題が集まってきてきますとで、必ずしも全部をこのスタートアップとの連携の事業に流すっていう必要はなくて、うん、その、まあ、細かい改善みたいなところは、例えばそういう情報部門とか、業務改革の部門につなげてあげて、プラス、例えば、いやこれは均等に使えばうまく、もうすぐ改善できますよみたいなアドバイスをしてあげて、うん、えやっていってますと。で そういうあの職員とかが神戸市の場合は結構、潤沢にそういうなんかいろんなアドバイスをしてくれる人材、外部とか内部にもいるんですけど、なかなかそういう人が、えー、いない自治体さんには、やっぱり外からそういう、なんていうんですかね、あの振り分けをしてあげる、えー、人も必要だったり、うん、例えばそさらにまあその課題を分解して、そのワンペーパーっていうんですかね、に落としてあげる。 ここだったらスタートアップと組んで解決できそうだよっていうのを見せてあげるっていうあのその掘り起こしの仕方をできる人が重要なのかなと思ってますね。かそれ自体が一つの何ていうのかなあの喉から手が出るほど欲しいノウハウだって思ってらっしゃる方も自治体もあるんじゃないかなってちょっと聞いいて,て思いましたですね、うん、意,外と意外と簡単なようで難しいポイントのそうですね。 まあ、それを僕らもこう,なんかうまくノウハウとして皆さんに提供できるようになりたいなと思って今やってるという感じですね。次の質問ですね。えー、とマネタイズ圧力がを強く受けるスタートアップがある種ビジネス化の難しそうなイメージのある地域課題に、えー、あえて取り組んでいた,いただける大きな要因は何なのでしょうか。実はチャンスがが大きいといとう話があれればそれでも 要するに、社会企業なのか、そうじゃない普通の企業なのかの線引きの話にみたいなところだと思うんですけども、社会のためにっていうことが必ずしもマネタイズに適していると限らない中で、どうやってスタートアップをこう呼び込んで来られるんですかっていう問いですねねこれね、あのー、おっしゃる通りだなと思っていて。えーっと なん先ほどちょっとこれ事例に出させていただいたアッコールさんの事例でいうとやっぱり本業は B2B なんですね。でそちらでしっかり稼ぎが出てるというところででも世の中もっとこう効率化したいとかよくしたいって思われている中にはやっぱり行政とか地域っていうのも含まれるよねとなので、まあ、そっちも時間をかけてちょっと時間はかかるかもしれないけどちょっとずつやっていきたいという思いをあの持っていただいてるのかなと思って。 いますなのでちょっとすぐにその事業家ビジネスとしてガンガン稼げるところまでいけるかっていうとなかなかあのやっぱり行政の予算のスケジュールって、まあ、年度単位でなかなか時間かかるものだったりするのでそこは結構難しかったりする部分もあるんですけど、えーまあ、逆に言うとこうやっぱり起業家の皆さんもそういうなんていうか地域とか、まあ、本当にボトルネックになっているところ社会 課題みたいなところは解決したいと思って起業されている方も結構いるので、その辺がちょっと,うんと、参加していただけてる要因かなと思ってます。ただ、もしかしたらその会社の中では、ね、その投資家さんからは、そんな事業やるんじゃねえよとか言われてるかもしれないとかいうのもあるかもしれないんですけど。なんかそのおっしゃってられる、なんていうのかな、そのスタートアップなんだけども、キャッシュフローを何かもう柱みたいなのを持っていて、 はい、でプラスでそのやっぱり社会課題をことによって地域に貢献したいっていう、まあ、それも多分純粋な思いだと思うんですけども、この順番で組み合わさっていくと、まあ、外れないというか、あのうね、逆にでっちゃうとね、お金がないよっていう話になって、実はサステナブルじゃなくなっていっちゃう可能性があるんだけど、もう元ともと々としてるものがちょっとあってで、それにさらにっていうところで乗っかってくるっていうモデルはありなんですかね、やっぱね。 そうですね、で僕らも実は最初はあのゼロベースです開発をして、えー、っとそこからスタートアップを生み出そうとしていたんですけどもちょっとそれだと結構ハードルが高いなというかそスタートアップ側にとってもやっぱこうマネタイズをどんどんしていかなきゃいけない割にスピードが上がらないとか難しいってことも分かってきたので比較的、うん、あの今言ったような企業さんある程度こう稼ぎは キャッシュフローはもう確保できている企業さんに参加いただいた方がいいですねっていう話はあの参加していただいているスタートアップさんとも話をしますしあの選ぶときもちょっと気をつけているあんまりそのキャッシュがキャッシュフローが確保できていないような企業さんだとちょっとこの継続性とかにも難ありかなと思って、うんえー、ちょっとその辺を見ながらあの最適なスタートアップとマッチングするようにしてますというところですか。 それにつながる質問になってくると思うんですけど、市役所の職員の方の課題を見つけて、それをスタートアップを解くっていう組み合わせに多分関係してくると思うんですけども、うんえっと、実証実験にかかる費用は企業側の持ち出しになるのでしょうか、例えば先ほどの案内時計計測等はどちらが行ったのでしょうかというとですね実証実験にかかる費用は、 まあ、企業さん側の持ち出しになっていますが一応、えっと、全部ではなくてあの神戸の場合でいうと活動資金というか開発支援金という形で1案件当たり50万円を支給,支給というか、えー、お支払いしてますという形ですが、まあ、例えば東京の会社さんで神戸に来るとかってなると、まあ、ほとんど出張費で飛んじゃうみたいな。 最小限しか、まあ、多分、まかないでないというところですね。で、ただ、その分、職員側も汗かきますよというところで。先ほどの案内時間の、まあ、計測なんかは、全部職員がやって。まあ、データだけを提供するっていう形ですね。うん、やってます。その辺は、確か、職員さんも、なんか、こう、普通のね。ルーティンワークとは違うことをやるっていうことに。こう、面白みとか、やる気、やりがいみたいのを感じられるケースもあるっていう。に ありますね、あのうん、やっぱり職場によっては、外の人とほとんど喋らないっていう職場もあったりするんですよね。うん、で、一方で若い職員、20代とかの職員だと、やっぱりなんでしょう、他の、例えば大学の同級生が、まあ、いろんな企業でこうバリバリやってるのを見たりすると、なんか俺もちょっとこう新しいことやりたいとか。 なんかこうあたあの外の人と、えー、プロジェクトやってみたいとかっていう意欲が結構ある方は多いような気がしますね。ただ、そのチャンスがなかなかないあの、予算もないっていうところだったりするので、こういった仕組みであのぜひやりたいという声があの結構、現場からの,あの手が上がることは多いですね。なるほどはい 確かにねそのかの若い世代の方って仲間内で起業する人の割合って昔に比べたら相当増えてると思うから友達と酒飲んでる時に、に俺、起業してさとか,なんか起業今、手伝っててさみたいな話を聞くと関心を持つ人も多いよううなでですねそうですねねそ一方でやっぱりこう行政は遅れてるとかですね、うん、IT 化進めないとか言われてその現実とギャップでこうすごい悩んだりとかしてるのかもしれないですね。うんうん まあもしかすると、このコロナの勢いで行政の方がぐっとデジタル化が進むと、イコールかひっくり返る時代が来るかもしれないんで、まあ、ちょっと、また5年、10年すると時代が変わるかもしれないですけどね。次の質問ですね。事業を採択する際に、改めて公募をしないことについて、公平性について議会から指摘を受けたりしますか、最初の金額が小さいので、所管部の権限の範囲内として許容されているのでしょうか。というとおりですね。 えとこれは多分公務員の方なのかもしれないですけど、えー、とそうですね、まさに、えー、とまず一つは金額ベースが安いので、えー、随形にしているっていうパターンと、あとは、まあ、多少金額が上がっても、えー、と地方自治法の167条の第2項だったかな、にえー、と随形理由にその首長が認めたらあの、随形していいみたいな条項があるんですけど、うん あのそれをこう活用して、えー、やろうという動きをしていますが、ちょっとここがまだ制度化がうまく、まだあの1回、確かプレスリリースは出しているはずなんですけど、まあ、これからこの実際に追計できるかどうかっていう審査を具体的にやっていくというような動きだったと思います。まあ、なるるべくしてていいいきたいというとうころででははあるんんすけどやっぱ自治体さんによっては やっぱりそれでも公募をかけなきゃいけないよねっておっしゃるところはあ,のあったりするのでそこら辺がこう全体的にこのそもそもアーバーイノベーションで一回最初に課題を出して公募をかけてるって言いうますよねというこうなんかえいうぐらいこの仕組みが信頼性のあるものだと公平性があるものだということになっていくといいなと思っています。なんでいわゆるつあの入札とかプロポーザルっていう手続きじゃなくても 工房と同じと見直すみたいな形になるといいんじゃないかなと思ってますけど、まだ、まあ、そういう意味ではご,ご指摘の通りですね。あのそこのクリアしなきゃいけない壁っていうのは、結構あある部分がありますあ先ほど、ね、あのプレゼンテーションの中に、このスタートアップの事例を、はいえー、他の自治体さんにも展開されるっていう話がありましたけど、はい、今の,その、なんていうの、行政の中の工夫の話っていうのも、 横展開する一つの大きなネタなんですよね、きっとね。そうですね、結構それをよく聞かれますね、神戸ではどうしてたんですかとか、契約の仕方とか、委託の仕方とかですね、あ多分あのいや、僕もあまりそんなに経験が豊富な方ではないんですけど、自治体さんによっていろんな手続きが似たことなのに違うっていうのいっぱいあるから。 多分そういうプラクティスの交換っていうのは、ニーズとして相当あるんじゃないのかなという気はします、はい、そうですね、もうまさにその通りで、同じ業務なのに全然違うやり方をやっていて、まあ、さっき申し上げたその横展開してきますって言っているんですけど、実は一個開発したツールをこう兵庫県内で展開しようとしたらこう、うまくいかなかったんですね、全然業務の仕方が違って、はい、っていうのもあるので、うん、もしかしたらその、 先ほどの課題の発掘じゃないですけど、その時点でこうまず1回すり合わせるみたいな、うん、あの行政同士でまずお互いにやり方違くないみたいなところから入っていくと、うん、例えば共同で調達するとかですね、なんか実証実験も同時にやってみるとかですね、まあ、いろんな展開ができるんじゃないかなと思って。なるほどね、はい ちょっとねと、飛んじゃって申し訳ないんだけど、その,、はい、あの似たような、ね、話で、ヨーロッパの,その欧州の中って、その欧州の市場を統合するっていうことで、まあ、インターオペーラビリティっていうのはすごく意識してるんですね、デジタルシングルマーケットっていう、うん、でそのデータを相互に流通させるっていうところが主眼なんですけど、その周りに、まずはその、えー、とルール、規制とか手続きをインターオペラにしないと、データが。 飛ばせないいねねってうデータのプロトコールだけじゃなくて法律とか規制とか手続きもやっぱり似てなきゃいけないって国を超えてその次にね組織ってもあるんですよ組織の中の意思決定とかそういうプロトコル文化みたいなのも含めてインターオペラビリティ性がないと例えば今みたいに例えば神戸とか p e みたいが出た時に<ー>ほらこんなのできたからみんな使ってって言った時にベストプラ,プラクティスが広まっていかないっていうのがあって彼らは、まあ、地続きでまあそのなんていうのかな みんなでやって、そのアメリカとか中国とかの対抗していこうっていう、そういう戦略だから出てくるはずなんですけど、それはね、制度になっていて、うん、インターンにトでなればなるほどお金がもらえるっていうような、そんな助成金の仕組みもあったりするんですよね。面白いですね、うん、だ日本なんかもそういう,こう自治体ごとに行政手続きが違うとかっていうんじゃなくて、これが似てれば来れば来るほど、相乗効果で出てくるので、そこにお金が出るとかね、なんかっていうのは。うん 出てくると、もしかするといいのかななんて、ちょっと聞いてて今思ったんですよね実は結構、組織の形態はほとんどの自治体に似てったりするんですよね、うん、なので、あとはそこ、業務の仕方だけだと思うんですけど、結構その、そうですね、なんか細かいところで微妙に違ったりするところまで、まあ、どこまでこの現、なん,なんですかね、その土地ごとの色だったりもする場合もあったりして。 なんかその辺がうまく統一できるというのかもしれないなと思いましたね次の質問ですが、えー、っと大企業、中堅企業、新戚企業ではなくスタートアップを活用するメリットは自治体にとって何になりますでしょうかとというとですね,うんとですねまず1、えー、つはさっきのやっぱりイノベーションのジレンマの話だと思っていていわゆるは、うん 何て言うんですかね、既存の、えー、お付き合いのあるベンダーさんとかに発注すればいいのかもしれないですけど、その人たちが、まあ、得意かって言われると、そうでないものが結構多いんですよね。だから、さっき申し上げたとおり、やっぱニッチだけど、すごいそこに関しては尖ったソリューション持ってるとかっていうところと、やることで課題解決の精度が上がっていくっていうところですね。であとは、やっぱりスタートアップって、その、 まあ成長の段階によるかもしれないですけど、先ほど言ったその実証実験に、あの我々もそんなに大きなお金が払えないのでこ、のここのビジネスチャンスでえ成長していくぞという、なんていうんですかね、前のめりな姿勢っていうのがえ持っていただけていると、なんていうのかな、ちょっと言い方はあれですけど、あ、のー 双方にメリットがある形で、まあ、無償で、無償に近い形で一緒に、えー、と実証実験というのができるというところも、一つ、やっぱりスタートアップに着目しているメリットかなと思います。 はい、ちょっとどんどんいきますね。えっと、ねこれはねれちょえ、えっと、ホームページに掲載されている神戸市のいくつかのテーマの中で IC、ICT× 高齢者がありますが、進捗状況はあの、なんかね、この、なんていうのかな、その、資<ー>の方ではないので、その進捗状況をお答えいただくというよりも、多分これって日本中のテーマなんですよ。すね、日本中のテーマなので、はいはい、その相場感みたいなのを多分お話しいただくといいんじゃないかと思いますけども。はい一応今 えと公開されている情報でいうと,、えー、と、クラッセルっていう会社が、確か採択されていると思うんですけど、まあ、やっぱり高齢者を取り巻くその、なんて言うんでしょうね、えーまあ、高齢者だけじゃないんですけど、データをどう扱うかみたいなところだったり、えー、いろんな、うん、医療機関だったり、介護施設だったり、まあ、地域包括ケアっていうシステムの中での情報共有だったりっていうところに、どんだけ ICT が入っていけるかっていうところを。 だと思うんですけどまだまだなんか課題がいっぱいあるというかまだまだ IT 化されてない部分だったりとかあるなというのが、うん、まあ横で見てて、まあ、これからまだまだチャンスがあるというところかなと思っております。うん、で、まあ、クラセルっていう自体あの会社自体はですね、あの神戸の会社でして、えーとまあ、入退院とかあの病院から退院して介護施設にあの入るとかっていう時の あの病院と介護施設間の情報の連携をこうサポートするようなプラットフォームを作っている会社さんですね。うんうん、うんうん、なるほど。はい。ありがとうございます。えー、っとですね、次の質問ですけど、えー、っと自治体の中にいると他都市での成功例を知る機会があまりありませんが、アーバーイノベーションジャパンがその橋,橋渡しの役割を担っていくということですかっていう問いなんですけど。まさにそうですねで。続けてなんですけどね。はい。失敗事例とか。 継続利用できだから、これ、た<ー>分ん成功事例を橋渡しもするんだけど、はいはいはい。成なかった事例も、はい、まあ一つの教訓というかね、その道じゃなくて、こっちの道を取った方がいいよっていう意味での情報っていうことで、橋渡されるのかっていうふうに、これ、ちょっと広めにお答えいただけるといいかなと思いますけど。はい。あの、まさにそういうことをしていきたいなと思っていまして、まずちょっと、あの、やっぱりなかなかこう、失敗事例を、 ウェブサイトに載せてこう失敗しましたって言って公開するっていうのがなかなか勇気が出ないというか、ですね、うん、やっぱりお相互の合意がないとダメなところなので、なかなかこう公開でお話できないところもあるんですけど、えっと、いずれはそういうことをやっていきたい、特に自治体の中にいると、えっと、まあ大都市とかだと結構、ですね視察に行くお金があったりとかするんですけど、小さい都市ってこう出張もなかなかままならないとかですね、であったりするんですね。であとは 結構こう電話でガンガン問い合わせるキャラクターの人はいろんなところに電話ガンがンかけたりするんですけど結構じっと黙って自分の自役市役所のノウハウだけでやってらっしゃる方とかも結構いらっしゃるのでうそういうノウハウを共有していきたいなと思っていますで実際このあわりの無職行為を最初にやった課題はなかなかあのうまくいかなくて、えー、と失敗した事例というのもあります。 でちょっとお話しできるレベルでいうと、えっと、実際に導入できなかったケースでいうと最初に 2, 2年前3年前ぐらいにやったのが救急車の搬送件数がすごい増えてるので、えっと、病院にこう行,くと行きたいニーズがあるんですけど、まあ、あんまりその重症じゃない人もみんな救急車呼んじゃうというのをなんとかこう介護タクシーとか別のルート あのに案内でできないいかということでアプリを開発したんですけど、まあ、よく想像つくと思うんですけど、高齢者の方とかアプリを使ってその配車サービスを使うかというと、まあ、やっぱりどうしても電話の方が楽だし、えー、一時いに電話しちゃうと、でえー、重症かどうかで自分で判断しづらいので、結局一時期に電話しちゃうみたいなことが起きて、あんまり効果がなかったので、そ正式な導入には至らなかったとっいうケースがあります。 何ていうかな、えーと、典型的な失敗するパターンってあるんですかあ典型的な失敗するパターンは、えーと、一つはですね、先ほどの課題設定の話じゃないんですけど、うん、あの行政から出てくる課題が、行政目線なものというんですかね、それ、市民別に困ってませんけどみたいなものって結構あったりするんですよね。 うん、例えるとこう、ちょっと口が滑って言っちゃい言っちゃいそうなんですけど、えーと、そうですね、例えばなんかこう、行政的にこれを市民にお知らせしたいみたいな情報をどうやって届けるかみたいな課題設定だとすると、うん、でもその情報自体ってそんなにこう市民にが興味を持たないとか、別に、うん、あのし知らなくても生きていきますけどみたいな情報だとすると、やっぱりそれってどんなにツールが良くても、 ニーズがないものをこ届けるっていうのは本当に至難の技なんで失敗しがちっていう。なるほどね。はい。やっぱりちゃんとこうニーズに沿ったものですね。にしていかないといけないなと思ってやってます。あとはさっき申し上げたそのスタートアップの、えー、まあスタートアップがどうこうというよりはゼロから何かソリューションを作り上げるっていうのは結構なかなか難しいな。まあ短期間でやらなきゃいけないっていうのもあるんですけど。うん、なので、まあある程度ソリューションとしてはベースに何かこう あのものがあって、それをちょっとカスタマイズするぐらいじゃないと、あのお互いあまりメリットはないかなというところですねなるほど、時間の制約みたいなのも、もちろんありますもんね。うん、そうですね,、はいえっと、ね次の質問ですけど、えっと、今回のコロナで、日本の行政のシステム化の脆弱さ、貧弱さが露呈しました、行政の方は雇用を守るため、あえて非効率のまま選択しているのではないかとさえ思えますと。 行政の方はスタートアップと組むインセンティブあるのでしょうかこれね、ちょっとひねってるところが、まあ、何ひねってるって言葉がよくないなんて言ったらかなえっと、公益で働く組織と、それから私益で働く組織が絡み合えるのかっていう質問だと思うんですよ。究極的に言うと。うんみんなのために自己犠牲のためにでやっている、公助でやっているところが、その私益のために 何かやろうとするスタートアップ、まあ、スタートアップが必ずしも刺益とは限らないんですよね、一般的にその世の中で言われて,るしなんているスタートアップっていうのはこうイノベーションを起こして、エグゼットンと儲けてっていうシルコンバレー的なものを勝手にイメージするとすると、真逆、うん、じゃないのというふうに見えるってことだと思うんですね。うん、で、そこにこう両者が組むに先手というところにあるんだと、そうですね。 これ難しい問いですけど難しいで,す、ね、でも、片方だけでいいのかって言ったら、もう片方と解けないじゃんっていうところにね、い、うん、っちゃうと、た、ね、みんなそれはケースバイケースで出会いがあったりとか、その相性があったりとか、タイミングがあったりとかして、形にこう,うまく練り上がっていってるってのは実態だと思うんですよね。例えば理屈で死へ来たり、恋へていう言い切っちゃうと、間違いなくなっちゃいますもんね。 あそういう意味で言うと、スタートアップ全部と組めるかっていうと、やっぱりそうではないですよね。その、まあ、やっぱりこう、なんていうのかな、いわゆるユニコーンを目指すぞみたいな、本当のスタートアップの人たちが、この行政とうまくマッチングできるかっていうと、必ずしもそうではないパターンの方が多いかもしれないなと思っていて、なんていうとかなのかな。う まあいろんなスタートアップがいますけど、うんちょっとお答えが難しいですけど、まあ、やっぱ僕らも。社会起業家よりって方がいいってことそうですね、なまあ、結構人柄というか、そういう行政職員とうまくやっていけそうなキャラクターとスタートアップじゃないと、やっぱりなかなかうまくいかないんじゃないかなという。 ので、えー、となかなか採択に至らないケースもあります、ねね、そういう意味でははいはいえっとですねあといくつかコメントとかもいたです自治体間の業務のすり合わせはかなり困難ですとかですねえっ、ー、と全長でデジタル化とか業務改善を一気に進めるのは大変だと思うのですがと一部社とか部分的にデジタル化を試験導にしてみるとか役所の中でも社会 社会実験的なことが試みができたらと思いますっていうご意見とかですね。えー、っと、いくつかいただいていますけれども、最後、もしかしたらもうお答えになれてるのかな、これ。えー、っとね、自治体外の人、各個一般企業がやりたいと思っている事業について、自治体側が採用、各個一緒に取り組む、していく仕組みなどがあれば教えていただけないでしょうか。まあ、アウトサイドインっていうのかな。 いう感じの、ね、海外の人がやりたいと思ってる事業にあー、あー、なるほど、なるほど。さっきのと反対のパターンですね。うーんそうですね、えっと、うん、これでも、まあ、まさに今あの、先ほど冒頭でお話したコロナ対策のケースとか、結構それに近,近いかなという気がしますねあの。自治体として結構いろんなサポートをしていかなきゃいけないっていう。 時にででも全部はできないとなのである程度民間の力というかを借りて皆さんのサービスにちょっと乗っかることで、えー、その行政の支援という形でやっていくみたいなケースですかね、うん、例えばあの、うん、今の飲食店の支援なんかで言うとあの皆さんがこう なんですねまあ、今、ハロとコっていうサービスとか、先飯っていうサービスを神戸市では採択してやってるんですけど、そういったところの飲食店を支援する仕組みに神戸市が乗っかる形で、えー、利用促進とかですね、をしているで、一部補助金とかを出してやってるような事例というのはい、ありがとうございます。あの ちょうどちょうど1時間ぐらいになってきたので、はい、あのもっといろいろと情報をくださいっていう人もいらっしゃるのかもしれませんけれども、ここで一旦今日はわりにていただければなと思ってます,います、はい。ありがとうございます。これから、アーバンイノベーションジャパンということで、いろいろノウハウを日本中に広げていかれると思いますけれども、ぜひ一般社団法人スマートシティインシティトともうまく連携を組ませていただいて、シナジーというか出せると大変ありがたいかなというふうに思います。 えっと今日吉川さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。えー、それでは事務局土屋さんよろしくお願いします。はい。えー、今日もどうもありがとうございました。じゃ最後にあの事務局の方から簡単にあのスマートシティインスティテュートのご紹介と今後のウェビナーの予定につきまして共有させていただきたいと思いますのでしばらくお付き合いいただければというふうに思います。 えとまずあの今日ょうご参加いただいた皆様へのお願いでございますが、あのこのあと、ね、簡単なアンケートのご依頼があの皆様にお届け、届きますので、まああの、簡単にお答えいただける内容になってますので、ぜひご協力をお願いしたいと思います。それからあの今後のウェビナーはですね、今からご紹介しますが、あの私の社団のホームページや、PTX の方うで,です、ね、ご案内してますので、あのぜひまたあの継続的にご視聴いただければと思います。それから過去のの動画もです、ね、YouTube チャンネルの方で ご、えー、ご覧覧いいただだますのでこちらもぜひご覧ください、はい、であの私どもスマートシティインシティというと、昨年の10月に設立されたばかりの団体でございまして、えーまあ、日本のスマートシティの拡大高度化に、まあ、貢献しようというための、参観学民オープンなプラットフォームということで、今、260の企業、団体様にご入会いただいております。 で、スマートシティに関わるですね、まあ、いろんなナレッジの共有、特に海外の先進事例の共有等を中心にやろうというふうに考えておりますが、まあ、このご時世の状況でございますので、まあ、海外の視察であるとか、大きなイベントはなかなかできにくいということで、まあ、こういったウェビナーで皆様と情報を共有しているという状況です。 ご参加いただいておりまして、今後ですね、まあ、いろんな形であのウェビナーにもご登壇いただく予定にしておりますで。会員の制度でございますが、あの一般の事業会社様は有料の年会費を頂戴して、まあ、こちらがあの運営の原心になるんですけども、えー、自治体様それから大学あるいはまああのスマート都市に関連する団体様でですね、えー、につきましてはあの無料のサン会員ということでご参加いただけますので、ぜひこの機会にご入会を検討していただければというふに。 おりますそれからあの個人でですね、えー、まあ組織としてではなくて個人でという方もいらっしゃるかと思いますがあのツイッターフェイスブックであのいろんな情報を発信しておりますのでぜひフォローしていただければというふうに思います。 で今後のウェビナーの予定でございますが、今回、スタートアップシリーズ、スタートしましたが、6月17日、24日とこれからさら、まあ、に続いていく予定になっております。それから、それ以外にもシビックテック、アブテックの取り組みをご紹介するシリーズ、それからサーキュラーエコノミーですね、ちょっと視点からスマートシティについて、今後の投資像について考えるようなシリーズでありますとか、 それからまあ元々の本丸でありますスマートシティのですね先進事例の共有あるいは最新の政策動向の共有と。 いったイベントもこういった形で展開をしておりますので、ぜひあのフォローしていただければというふうに思います。それからあの最後になりますが、6月29日にです、ね、大きなイベントをちょっと予定しております。こちらもウェブセミナーでございますが、あのこのこ今年の3月ですかね、発表されましたスマートシティのリファレンスアーキテクチャーという、ですね、まあ、今後のスマートシティを推進していくにあたってのですね、えー、重要なあー 標準的なアーキテクトというののが政府の方でも発表されていますこちらの方の情報の共有であるとか今後これをどうやって活用していくのかといったスマートシティの取り組みについての大きなイベントを予定しておりますのでこちらももう既に公開申し込み受け付けておりますのでぜひご参加いただければというふうに思いますはい事務局からは以上でございますがあの本日、えー、貴重なですね 小林、えー、様の取り組みのご紹介、それからまあ今後の展開ですね、非常にあの楽しみにしております。えー、吉永さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃこれであの今日のウェビナーは終了させていただきます。皆様どうもご視聴ありがとうございました。失礼いたします。